はい、こんにちは。七つ森の女です。ときめきメモリアルガールズサイド4。実況プレイ始めていきたいと思います。ということで、まぁ、ちょっとインフォメーションというかお知らせなんですが、前回撮った時までかなり色々ため撮りをしてたんだけど、今回ちょっとね、忙しくて実況撮れない、時間がありまして、一週間弱ちょっとね、録画が空いちゃったんですよ。で、まぁ、七つ森の絵の愛は変わっちゃいないんですけども、ちょっとね、今焦ってるんですよ。コメントをね、結構読ませてもらいまして、投稿した分ね、まとめ撮りしてたんで、あんま反映できてなかったんだけど、意外とパラメーターが、俺、やばいらしいんですよ。で、どれぐらい必要かはちょっと分かってないんだけど、どうやら七つ森攻略に必要なパラメーターが、流行と芸術らしいのよね。で、まあ、それは俺もね、流行、魅力、芸術あたりが上げなきゃいけないんじゃないかなと、なんとなく思ってて、まあ、ちょっと上げてたんだけど、まあ、どうやら、それでもちょっとまずいっぽいので、それをメインに、上げていきたいのと、あと、こちらの情報がわかりました。この星座占いなんですけど、勉強、行楽、健康、恋愛とかあって、まあ、これを活かしていくのはわかったんだけど、どうやらね、勉強がいい時は、勉強っていうパラメータ、行動と芸術の行動。で、行楽の時は、流行、あと幅茶をやる。そして、恋愛の時は、魅力が上がりやすいらしいんですね。恋愛は単純に誘いやすいとか、まあ、健康は寝たらいいんじゃないかとか、行楽は山とか誘いやすいとか、そういう感じで俺勝手に思ってたんだけど、それはもう大きな間違いだったので、まあ、だって、今は、あれですよね。勉強はしばらくやんない方がいい。芸術あげたいんですが、今はあげない方がいいってことだよね。で、今は行楽なので、行楽がすごい当分、1月末 ?1 月中はいいので、しばらくは流行か幅茶をやるといいっていうことなんですね。はい、いろいろちょっと学びました。これ先に学んどいて、結構ラッキーだったかなと思うんだけど、で、あと、ここはちょっとなんかあんま自信ないんだけど、ここ12星座のハッピーアイテムってあるじゃん、この内輪っていう。この内輪をもし装備してたらいいってことなんですかね。持ってねえけど。持っちゃいないんだけど、これ。内輪ないな。内輪がもしかしてあって、それを着用してると変わんのかもしれないね。これ幅茶するときに、この取材できるサンダルを装備しておくともしかしたらいいとかあるかもしれませんね。はい。まあ、ということで、七つ森の女になるために、今日からは、この一年努力したいと思います。もうあと一年しかないですからね。流行だな。とりあえず雑誌を。なるほど。とりあえず雑誌を。本当か？上がりやすくなってる？成功しやすくなってる？ああ、まあまあ、おおむね成功はできたか。電話、誰からだろう？え？あ！ヒカルだよ。どうした？ヒカルちゃん。どうしたの？ヒカルちゃんから電話初めてかの。今夜、お姉ちゃんと三人でさ、トークで盛り上がろうよ。あらららら ら, ら友達が太いといいね。あ、行く！やったー！メルシー？マリー？メルシー？マリー。じゃあ、準備してよっから、うちに行くね。うん、なんでこんな男殺しによくしてくれんの？いや、ヒカルちゃん、ミチルちゃんもなんか恋愛とかね、したらいいのに。あんな美人でね、あんな能力、スペックがね、高い女の子だから、男なんていくらでもね、上位の男たち、まあ、言えばこの登場キャラクターも、いくらでも落とせるだろうに。実際ね、普通のときめきメモリアルも、男キャラクターが親友にいるんですけど、男キャラクター、平気で、攻略対象の誰かと付き合ったりしますからね。今寝取られ展開があるってわけなんですけど、ガールサイドは配慮されてそういうのがもしかしてないのかもしれんな。お邪魔します。相変わらずおしゃれなお部屋。これ家族と住んでんだよな。さすがにアナスタシアの新作ケーキもあるよ。アナスタシア、お姉ちゃん、魔法陣ぐるぐるっぽいワードだな。マリーはゆっくりしててね。すごいよな、これ。この二人だけで住んでるんだとしたらもう勝ち組オブ勝ち組だな。2月の勝者です。いい時間じゃない？お泊まり会恒例ガールズトークタイム。これナナの情報とかね、足りないものとかも教えてくれたりすんのかも。それじゃあ身支度をしてからマリーのゲストルームに集合ね。ね、客間があるってどういうことだよ。
ねえよ客間なんて物置になるわそんな客間なんていう部屋が余ってたら。なんだかお部屋がいい匂い。そう、気分が楽しくなる。すげえ、ローズマリーのアロマを焚いたの。そんな、なんか火事になりそうだから焚こうって思わんもん。いいねいいね、眠くなるまでおしゃべりしよう。普段はね、ヒカルちゃんはこういう見た目なんですね。いいね。いい？マリー。はい。真面目に答えてね。うっす。え、うん。マリーは今、気になる男の子はいるの？一年で変わってないかってことだな。うん、いる。正直でいい子。ねえ、誰だか教えてくれる？優しい声だな。まあ、いろんな意味で風間くんは気になってるけどね。あと先生もね、実はよくなんか好感度が高いっぽいんだけどね。いつの間にかって感じですね。もう一人いたような気がしますが、もう俺の記憶から消すことにしよう。七つ森くんかな。最近みのるくん変わったよね。なんか前も言ってたね。それ、そうそう、モデルの現場でももっぱらの噂。モデル内で？そうなの？売り出し始めた頃とはだいぶ印象が変わっちゃったけど。ああ、これ前も聞いたかな。ミノルくん、案外推しに弱いと思うんだよね。マリー、ファイト。新しいワードになってないからあんま好感度足りてないのかな。私が七つ森くんを変えた、いい方向に行ったならいいんだけど。マリーの、はい、もうやばいな。なんか好感度とか足りてない感あるな。同じセリフな気がするな、去年と。さあもう寝ましょ。寝ましょ、もう同じだなこれ。はあ、じゃあマリないっての。はい、おやすみ。同じ同じデジャブかな。え、もうどうした。え、はい、デジャブオブデジャブ。元気？え、どうした、どうしたの。ヒカルとデートしよ。え、これからカラオケに行かない。あれ、どうしたのこれ、めちゃくちゃ連続じゃん。あん、行く。やった、ヒカルルート入ったか。花椿姉妹ルート入っちゃったの。うん、分かった、また後でね。俺は七つ森の女になろうとね、努力しようと思ってんだから。イエイ、ヒカルちゃん最高。ありがとう、愛してるぜ。歌聞かせてくれよ。あは、マリーと遊ぶのって本当に楽しい。じゃあ俺のお箱の粉雪行くか。ふふ。マリーは楽しめてる？当たり前じゃん。ヒカルだけはしゃいじゃってない？いやいや、もうこんないい子おるか。どう見える？すっごくハッピーな顔してるかな。もういいな、本当にこれは、うん、生涯の友達だな。この高校の友達とかってやっぱね、あの大人になるにつれ会わなくなるじゃないですか。それは仕方ないことだけどさ。いやでもこの子たちとはずっと一緒にね、マダムになっても一緒にいたいよね。やった、じゃあ次は二人で一緒に歌おう。いいね。うん、そうだ、これあげる。いつもなんかくれんだよな。うん、リップ？いい匂いだよ。今日付き合ってくれたお礼にね。いや、気遣いができるわ。え、受け取らないとかあんの？受け取るよ、唇ごと受け取ろう。ありがとう、大切に使うね。ヒカルとお揃い。受け取ったらなんかダメとかあんの？椿のリップもらった。あー、おしゃれが上がったのかな。アビアアビア。でも一応貴重な日曜を失ったという考えもあんのかな。やっぱね、七つ森くんに誘ったりね、したいもんですからね。まあ、ちょっと好感度をちょっと見ていこうか。うん、気の利けやって思うけどな。はい。ちょっとでも上がってないかな。なるほど、普通。ハテナに並んでもええやんな。いたはずなのに、ここ。うん。おお、おお、まあまあ高いね。いつの間にやらですね、スキンシップポイント高っ高っ。嘘だろ、一番高いじゃん。このままだと親友ルート行っちゃうんじゃないの。別にそんなに、そんなになんかあれだけど、いつの間にこんなことなったの。ゆりゆりルートになっちゃうのかしら。いや、俺は今回乙女になるんだから。マリーガーデン、マリーガーデン。あ、先生、マリーガーデンに先生が仲間入りしてる。バラ色かな、ピンクが七つ森くんで、
うん、先生が、オレンジってことなんですかね。いやー入ってる。なるほど。だから学食2人でイベントが起きたりしたのかな。ありがとう。いや七つ森くんとこれ鬼デートだな。もう七つ森くん以外とデートするのは、はい、ちょっとしばらく禁止かもしれん。平気。もうちょっともうときめき状態とかにさせたいもんな。今9日でもうちょっとで学校が始まるってことね。多分3年だと同じクラスになれると思うんだけど、どこだろうな。やっぱ最先端のとこが多分良かったりするんだと思うんだよ。行きたくない場所とかよくわかんないのよな。一回ショッピングモール挟もう。一番好きなはずだから。よし、オッケー。よしよし。こっからデートだぞ。お、七つ森、あー、これね。お泊まり会で。ちょっと好感度上がったりとかも、もしかしてあんのかもしれんな。まあ、記者レベル上げたいってもあるけど、で流行つかまなきゃな。いいよ、二人いるよ。お、どうしためっちゃ元気な二人いんな。超至近距離で雪合戦してんな。ふ、今日は雪か。足元気をつけて帰らないと。遅い。え？いつまで待たせるつもり？あれ、どうしても、え、氷室か？祈りくんか？え、氷室くん？どうしたの？君を待ってたんだけど。なになに、どうしたどうした？突然落としたか？まあ確かに君のことは、今んとこまあ、見た目的には2番目に好きかなと思ってるんですけど、なんかいつの間にかメガネキャラばっか好きになっちゃってるけど。くそー、よくもやったな。お返しだ。後ろのやつだな、これ。後ろの右のやつだな。ははは、濃厚。危ない。え、あ、氷室くん当たっちゃうんじゃない。おう、誰何か恨みでもあるわけ。左のやつが投げたんだよな。でこう取ったってこと。すごすぎね。四角からの雪玉をこうスッと取れるってこと。でも無駄だよ、僕には通用しない。ちょっとあれなんだろうな、中に入ってんな氷室くん。すごい、氷室くん雪玉をキャッチしてる。氷室悪い、手元狂っちまってどういうことそっち向けよ、そっちこれくらい別に恨みがあったわけじゃないんだよって。にしてもさすが氷室っち。氷室っち。は、氷室教頭も昔、あ、頭上に仕掛けられた黒板消しを見事にキャッチしたっていう伝説が。ダメだよそういうので。氷室先生に比べちゃダメなんで。も別にこの学校来なきゃね、そんな目立つこともなかっただろうにな。今キャッチしたこととそれって関係ある？そこあれですよ。いやでも一番言っちゃいけないことなんですよ。ごめんって。ならいい、以上。比べられたくないんだな、そういうお年頃なんだね。でもなんかちょっとその子供っぽさ、うん、みたいなのが可愛いですよね。まだやってるあいつらここでやるのは良くないでしょ、門の前で。飛んできて雪玉をキャッチしちゃうなんてさすがだね。君もレイチさんのこと言ってるわけ？いえ、何も言ってないですよ。てかなんで俺のこと待ってたの？それより違うよ、さすが氷室くんだなって。あ、そうならいい。それより早く帰ろう。いえ、なんで？待ちすぎて寒いんだけど。いや、なんで一緒に帰ろうってことになったの、そもそも。あ、ごめんねって。一緒に帰る約束してたっけ？いいでしょ、今したんだから。何もう、それ好感度普通だよね。別に仲の良さこんなんもうね、もう付き合う寸前のお互いのね男女じゃないとありえないことでしょ。ちょっとなんか俺焦ってんな今俺。え、ちょっと年下にちょっとなんかリードされちゃったわね。おおおい、氷室遅れてきたのか。遅れてきたなこれ。ちょっと俺の決心がね、もう少しね、あの2パートぐらい前に猛プッシュしてくれたら俺の気持ちも変わったかもしれんけど、いや俺はこっちはね、もう一人の男をね、あの存在からあの抹消したぐらいの決断をしてるわけだから。前回のパートでね、もう二度とねガソリンスタンド行けないんだから。こっちたまたま見かけたからついでだし一緒に帰る。いや、めっちゃ懐いてきてんじゃん。お茶して帰ろうよ。いいよ。やったー！乾いてたし。
よしよし、向こうから来たパターンだと一緒にお茶いけんのかな。ところで日室くん、何？結構高いタイプのテーブルだな。あ、テレビ番組さ、好きなスポーツなんて当たり前だから。あ、でもこれでいいのかな。サーフィン以外のスポーツで何かやってる？サーフィン以外ね。今のところ興味ない。あ、雪合戦うまそうですけどね。興味出たらやる？まあ出たら。運動苦手じゃないし。やっぱ全般できんだね。うん、知ってるよ。ならいいけど。勉強どうなんだろうな。勝手な先入観って嫌いだから。先入観ね、うん、トラウマだな。勝手な先入観。この名字のせいで勉強ばかりの堅物って思われがちなんで。そう、どちらかというと運動に特化してんだよな。氷室家の家柄のこと気にしてるんだろうな。何々家の家柄みたいなんてあんのかな。本当のお嬢様学校とかお坊ちゃん学校とか行ったらそういうのあんのかね。本当に聞いたことねえもん、家柄とかさ、そういうワード。でも俺は7の女だからさ、仕方ないんだ。呼び出し、冬服ですよね。これウルトラビビットで、これでいいのかな。確定。まあ褒められたいけどね、あれ合ってるよね。よしよし。ごめんなさい。さーい。え、何？いいなぁ。メガネ、目なんですよ。聞いてないです。いいカラーコーデ。イエーイ。目が覚めるね。目が覚めてますか？気合い入れてみました。そんなことしなくたって、あんたに自然に馴染んでる。こっちまで気分が上がるし。いやーいいね。もう何回褒められても気持ちいいわ。どこ行きますかね。どこ行く？スカイラウンジか。行ったことないよな。スカイラウンジ行こう。あ、スキンシップが。おい、圧巻。じゃあ二人で写真撮ろうよ。わ、水気平線が光って見えるよ。七つ森くんのお家見えるかな。高くて、あ、これはないですね。これかな。ああ、天気がいいからな。急に乾先輩みたいになったじゃん。急にもう能面じゃん。まあまあかな。そんなお腹すい、そんな感じになる。七つ森くんの家が良かったのかな。今日のクライマックス。そんな、いつまで眺めてんだこの親子。腹が減った。スキンシップポイント、スキンシップポイントだけは食べるぞ俺は。どうした。スキンシップポイントだけは食べる。いやでもこうやってまあまあでも好感度は全然上がってるから、ん。とりあえず目をつく俺は。OK、ありがとう。七つ森くんに送ってもらっちった。これでも好感度上がってますから安心してください。ストレスも先生のおかげで、まだまだ大丈夫なので。うい、罰出たな。おい、来週の日曜課外授業か。なんか先生のルートになんか気づいたら行っちゃいそうで怖いんだよな。そんなに思い出ないからな先生に。もちろんいいとは思うけど、いい先生でしか俺の中ではないですからね。やっぱ7だよな。おい、なんで罰出てんだ。どうした。おこの2人みんなどうしたの。昼飯学食行こうってなった。やっぱガーデンにいる2人とか、ガーデンにいる人と飯を食いに行くことになるのかな。なんかそれっぽいよね。あの2人のメニューおかしいんだよな。ないもんここにあんの。フルーツサンド、これおしゃれてるってなるかな。あの2人のメニューおかしいのよ。おっ、ちょっと、いや右は普通だと思うんですけど、左ちょっとどうしたって思うけどな。うん、何これ、かいわれ大根とかかな。かいわれ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 だもんな。ダイエットしてんのかな、モデルだから。マジ？それから？本当に盛り上がってないんだろうなみたいな。特に盛り上がってないんだろうなっていう会話ね。前回のやつは変だったな。本田くん、クイズをね。お金はまあ、ちょっとあるでしょう。プレゼント何がいいかな。じゃあ、これ、良さそう。何、ハイスクールキス前科。なぞなぞ100連発。こんなん簡単だよみたいな。ハイスクールキス案外ありかもしれんな。実は恋愛ドラマとか好きなんだ、みたいな。まあ、これぐらいにしようかな。天才だからね、知恵の輪とか一瞬で溶けちゃうのかもしれんけど。まあ、1リッチでちょっと好感度拾いに行きましょう。
本田くん、どうしたの？今日誕生日だよね。はい、プレゼント。え、覚えててくれたんだ、ありがとう。クイズ王、まあ、なんだろう。大丈夫か大丈夫か。早速開けてみて。何これみたいな。どうだどうだ、どうなるどうなる。だー、おー、これはすごいよ。当たった。どうかな、気に入ってくれた？もちろん、俺の趣味そのもの。お、知恵の輪が趣味なんですか。でも今こういうのが欲しいって君に話してないよね。おー、当たった当たった。うん、多分。なのにこんなに俺の好みを分かってくれてるなんて。君もガーデンに登ってくるかい？本当にありがとう、大切にするね。俺のガーデンに来るかい？すごく喜んでもらえたみたい。当たりましたね。やっぱ一周目じゃなかなか当たんないからな。知識ゲーでもあるからね、やっぱシミュレーションゲームは。流行120、こんなにもまだまだ足りないわけですよ。今日は課外授業だから行かなきゃいけない。姫、お前が一番。姫です。ドタキャンが多くてな、みんなもっと楽しい予定が入ったんだろうな。先生、休日返上してんのに。お前はもっと楽しい予定なかったのか。え、なんかちょっと先生ルート行きそうで大丈夫かな。今日は特にな、特には。でもお休みの日に友達や先生と一緒にいるのは楽しいですよ。ああ、それわかるよ。なんか学校とは違って新鮮だよな。え、もう少し待ってみるか。まさか二人っきりの課外授業で結果デートみたいなパターンあるかそれ。え、誰も来ない。え、二人で課外授業って言ってもな。うん、今日は中止にするか。なんか寂しそうだな。30人ぐらいの学校クラスでだと思うんだけど、一人しか来なかったってことだもんな。あ、はい、そうですよね。え、課外授業はやめて。おい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 、ただの遊びにしちまうか。 PTA が黙ってないぞ、大丈夫か。やった、レポート提出しなくていいんですよね。おい、そこだよ、デートだ。ボーリングどうだ。先生と初めてデートですね。え、ボーリングデート、先生のデートは貴重だから1枚入るよこれ。先生ってボーリング好きなんですか。左の親父なんかめちゃくちゃうまそうだな。内緒だぞ。右のやつは下手そうだな。実は初めてだ。え、なのに来てくれたの。え、うわー、どんな感じ。初めてには見えないだろう。かっこいい、かっこいいな。よし、そんじゃ投げるぞ。運動神経ももちろんいいでしょう、自然の子だから。ダメですよ、こっちに投げちゃう。そんぐらい知ってるよ。こっち見てるもんな。かっこいいな先生も。どうしよう、エンディング先生だったらみんなの気持ちが追いつかないよな。いや、先生はもちろん好きだけど、こう先生を攻略してる気持ちじゃないじゃない。俺も見てる人もね。乾杯。先生、本当にボーリング初めてなんですね。誰にも言うなよ、ボーリングだけじゃない。先生な、ええ、高校生のお前らが当たり前にやってることすらうまくできないんだよ。高校生の俺らが当たり前にやってることって何なんだろう。 TikTok とかかな。俺もできないわ。え、海外で高校生活を送ってたし、ええ、飛び級で周りと年も離れすぎて、友達なんていなかったよ。出た、天才設定。天才設定のキャラどんだけいんだよ。飛び級なの？そんなんでさ、今お前たちの高校生活に便乗させてもらってんだ。え、飛び級ってもう賢いってことだよな。いや、ヒイラギ君だけじゃん。なんか言うな、テストの点数悪いの。今日は悪かったな。矢之助さんだけ。いや、ありがとう先生。じゃあな、また課外授業で誰も来なかったら遊ぼうぜ。いや、なんか楽しかったんだろうな。なんか青春を取り戻したみたいなさ。はい先生、いくつぐらいなんだろう。25とかかな。奥のこの真ん中の右にいるやつ、一生待ち人来なさそうじゃない。なんかなんとなくだけど。あー、なんか先生のこと少しちょっとお近づきになった感はありますね。まだ行楽だな、恋愛。まあ魅力もあるけど、魅力はそこまで必要ではないっぽいんだよな。まだ行楽でいいかもしれないな。ロングスカート、グレー、ニットキャップ。うん、うちは
内輪じゃないといいんだけど。うん、ストレスも大丈夫、流行だ。とりあえず流行あげるぞ。まだギリ間に合うと俺は思ってる。いやあんま上がんねえな。いや、こんな5日間頑張って3ぐらいしか上がんないのか。いや、7つ盛り頑張るしかない。はい、行くぞ。ここの兵器とかもね、好感度上がったら1個上に行くはずなんで。やっぱ好きなとこだよな。商店街の方にしよう。前回とは違うからね。OK、ショッピング、ショッピング。で、これで悪くない。で、こっからあんま良くないんだっけ？こっからまだ行楽いけるけど、恋愛がいい。じゃあ、こっから普通に勉強というか、芸術でいきましょう。芸術上げていくよ。ひかるちゃん、喫茶店行こう。見たいしね。おい、お茶誘われちゃった。やばい、ひかるちゃんのエンディングもありえちゃうな。行こう、恋話しちゃおう。いつの間にか好感度高いやつがね、副兵がいっぱいいるのよな。ところでひかるちゃん、よく聞く音楽、ひかるちゃんってどんな音楽聞くの？流行りのものは一通りだからポップスをよく聞くかな。まあ2人でカラオケ行っただろうって思うけどな。アイドルも好きだけど、歌っていうよりダンスの方ばかり見ちゃうんだよね。っていうか、気づけば一緒に踊っちゃってる。今時だな。歌は全然歌えないけど、ダンスなら任せて。おー、歌はそんなに得意じゃないんだね。さすがひかるちゃん、かわいいね。いや、友人もいい感じで、うらやましいね、こんな高校生活。さて、デート、いや、着実に行ってると思うので、グレーがいいんだよな、確か今。ウルトラビビット、これが今前回の服じゃないし、グレー。はい、ごめんね、お待たせ。走ってきたので許してやりましょう。ごめんね。お、ん、これスキンシップポイントも貯めて。いいカラーコーデ。イエーケー。そんなことしなくたって。イエー。早速その色取り入れてるんだ。見てますね。もちろん。よしよしよし。こういうのもちょっと地味に好感度上がったりするんでしょ。ウィンドウショッピングってよりブラブラ散歩だな。ブラブラサタデーです。お腹す。さあ、どこ行く？おお。これどう？これ悪い顔してるね。簡単にデザインされた特注文みたいじゃね。これ悪い顔してるから似合いませんだね。イエーイ！やったら即謝るわ、俺。しかし、もうわかんのよ、俺。デザインだよな。もう、ね、相性がすごいもの。風間くんとの相性悪すぎる分、こっちとの相性もすごいからね。効果抜群だから。メイクはし、メイクしてないんだ。イケメン。控えめに言って最高。ふう。また来てもいい。久々に聞いたな、この感じ。ウェイ。びっくりした。ウェイ。送る。ウェイウェイ。おい、付き合っちゃえよ。ウェイって送ってもらってからの頭だけはダメなんだよな。何？ウェイ。よし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 。これメール来ちゃうんじゃないの？楽しすぎて来なかったわ。芸術あげようか。ちょっと魅力低いな。どうなんだろうな。おしゃれして魅力アップ、でもそんな暇もないような気もする。とりあえず七つ森くんに必要なパラメーターを稼ぐしかない。ねえねえマリー。お、ちょっと仲いいね。仲良しだね。マリー、もうすぐバレンタインデーだよ。またか。そうだね。そんなクールにしてて大丈夫？もうマリーの恋は心配が絶えないな。ヒカルたちに任せて。サポートして。ありがとう。でも前回はなぜかうまくいったって感じですよね。前回のパートを見直した方がいいかも。同じものを、七つ森くんの誕生日絶対成功させなきゃ。これは好感度アップチャンスってことですよ。いや、ないないない。この葉月圭って、これときめも1のあれだよね。あの緑川さんの声のね、
メガネクリーナー、ジュエリークリーナーに正解でしょこれ。確実だこれ。これでプレゼントはオッケー。よし頑張って渡すぞ。喜んでもらえるぞこれ。家族に自慢されるぞ。夏丸くん。相変わらず声でか。いつもでかいんだな声。何？夏丸くんって言ってんだなきっと。お誕生日おめでとう。これ誕生日のプレゼント。そりゃどうも。よく覚えてたな。いや忘れるわけないじゃないですか。ねえ開けてみて。どうだどうだ。よし、オッケー。どうかな。偉いぞ。ミッション大成功。それってつまり。すげえいい。こういうセンスあるところ。出た。本当に好き。好きっていう感じね。いやみんなに言ってんじゃないのって思うんけど、これはレトナにしか言ってないんですよ皆さん。1年目は思ったよ、みんなに言ってんでしょこれ、モデルのね、モデルのね、いろんな先輩とかね、みんなに言ってんでしょって思ったけど、これはもうレトナにしか言ってないんですよこれ。夏森くんは、うい、夏森くんと会いたい。理科室だ。これはいつものイベントじゃない？先生だ。え、ああ、え、あなたでしたか。どうしました？もう修行時間になるんですね。話し込んでしまった。この二人で話してるなんて初めて。矢之助の好奇心が刺激されたんだ。いいじゃねえか、芸術仲間みたいな、はい、興味深いです。稲城くん、俺の知ってる中では唯一頭が悪いかもしれんな。まあ一人出てないキャラクターいるんだけど、稲城くん、生物や科学に興味があったの？随分と意外そうですけど。え、そんなことないよ姫。矢之助の興味の範囲は広いぞ。今はあのスライド式黒板だ。あの黒板が興味深いんだ。まあなんか芸術というかね、舞台で使えないかみたいな黒板。残念ですが生物の勉強ではなく、あの黒板、壁面を有効利用できて効率的、優れものです。舞台装置とかにな。もう余裕ですね。失礼します。もうまたな。意外な組み合わせでしたね。平木君すごく楽しそうでしたね。あああいつが笑ってくれるとなんかホッとするんだよな。はい、平木くんはいつも忙しそうですから。あんなに喜ぶなら今度作ってやるかな黒板。すごっ、何でもできんな。俺たちの頭もいいんでしょ。黒板もスライド式にした方がいいだろ。スライド式、まあ、理科室とかそういうとこだけだよな。授業じゃなくて黒板に興味持った平木くんの話し相手になってたんだ。先生優しいな。まあでも先生はね、生徒のこと聞いてはくれるでしょ。さて、インフォってデートだな。七つ森くん、とりあえずデート。はい。上がれ。ああまだかかんないか。もうちょっとで行くと思うんだけどな。明日になんのか。バレンタインデーの前にデートしときたいか。ゲームセンターって意外と好きじゃなかったりする可能性あるんだよな。ライブハウスに、ライブハウスなんか選択肢。案外簡単なのか。でも何のライブやってるか分かんないからな。よし、次の日ね。いやデートスペシャルですね。待って待って、一回戻りたい。一回戻ろ。え、確定になる。くそ、いろいろ見たかったのにな。呼び出しで、こっち来てってないよね。待って、今来てんのはこの赤い方だから。すいません。すいません。で、グレーを変えられたりはできないかな。これもビビッと、何を着たんだこれ今。グレー、これ黒だよな。これしかグレーはないか。これにしたら、あ、これもウルトラビビッと。いやでも寒いとか言われるかな。いや寒いよな。いやおしゃれは努力か。でも上羽織ってたら、いやこの下にさ、なんだ、タイツ履いてんのよ。今見えないかもしんないけど、俺はタイツ履いてんです。これいけるはず。あるよね、そういうファッションあるよね。グレー走ってきたのでありがとう。んで、はじめは目にいいカラーコーデ。よし、オッケーオッケーオッケー。そんなことし、ビビッと。おい、もちろん寒いも言われなかったしね。オッケーオッケーオッケー。ズボンは大丈夫なんだな。俺の前歩きな。うわ、出た。
イケメンワード。え、中は暗いし狭い、いろいろ危険だから。あ、オーケー。いろいろ危険、いや、なんかナンパするみたいなのもあんのかな。こんな場所一度も行ったことないですよ俺は。うん、オッケー、ありがとう夏森くん。足元に注意な。ウェイ。手を引っ張る。なんで。お、すげえ、アゲアゲだ。絶対今良くないな、こういうの。やばい。おお。暑いよ、今日のナンバー。ナンバーね。いや、こんなんダメだよ。最高だったな。やっぱりそうだ。まだ興奮冷めやらない。最高。やっぱ分かりやすかったね。あのライブハウス分かりやすい可能性高いと思ったんだけど。見つめるの好きです。ああ、マジ今日はよく笑った。おお。理想の疲れ方。何？これ聞いたことないパターンですね。いい顔し。レ。レイって言ったら今。今まで姫だったのに、これなんか一段階上がったんじゃないか？え？ずっとそう呼びたかった。ダメか。うほほ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 ほちょっとくすぐったい感じがするけど。ほほほほ。俺もいい刺激感じるわ。俺も七つ森くんから変えたいな。慣れのためにもう一回。レ。レイ。何度も呼ばれるとドキドキしちゃう。時間まだ大丈夫なら。もう少し付き合ってくれるか。来たか、送り狼ルート。ちょっとなんかきらびやかな繁華街に連れてかれんじゃないの。大丈夫だよ。よし。うおー、嬉しそう。ほら、ウェーイウェーイ。おお、まだこんな時間だったんだね。ところで夏森くん。はいはい。何？え、あー、こういう感じになるんだ。喫茶店と同じパターンだ。好感度でもマシマシだ。夏森くんは音楽とか聞く？何か好きなのある？メジャーものも聞くけど、動画サイトにアップされてるオリジナルもよく聞いてるぜ。はあ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 。ボカロとかも意外と好きみたいなことなんかな。動画サイトのオリジナル？そう、ごくごく簡単に言うなら素人が作った楽曲。最近だとそっちで有名になってメジャーデビューしてる人も結構いる。いや、いるよな。うん、時代が変わってきましたからね。へえ、すごいね。まあ、ある意味俺も似たようなもん。ん？ん？ん？あんたも気が向いたら聞いてみ。無数にあるから、これだってのに出会えるかもしれないぜ。え？夏森くんももともと YouTuber なの？だから俺は惹かれ合ったのかな。シンクロニシティで。どういうことなんだろうな。まあモデルでスカウトされてみたいなことなのかな。ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。いやー、今日はよかった、おやすみと。はい、バイバイ。かわいい。いいね、七つ森くん送ってもらっちゃう。これ好感度1個上いったね。これ行きましたよね。呼び方変わりましたし、今からバレンタインデーもあるから、ここ踏ん張りどころよ。ここね、あ、勉強だ、勉強、しばらく勉強。行楽は絶対ダメだ。ここ踏ん張りどころよ。芸術。よし。お、ああ。ちょっともうさ、2週間ぐらい前から準備しなきゃダメだよ、レッドナちゃん。どうしようかな。ああ、高級チョコな。俺、お金どんぐらい持ってんだろう。とりあえずギリチョコ買おう。あー、今お金いくら持ってるか見せんかいな。ありがとう。まあ、とりあえず買おう。なんかもしもなんか失敗したら困るから。で、3人でチョコも作る。なんか3回やり直し聞くので、前回なんかどんなチョコになったんだっけな。ボンジュール、マリー。ボンジュール。はい、お願いします。ベースチョコとか作って、トッピングね、3回まで作り直せるんだよね。で、属性が最終的になんかついたり。選びましょう。前回、おこんなあった。え、こんなあったか。こんなあった。こんなあったか。いやー、これかわいいやんか。これかわいい。
わ、こういうデトクマグッズあり。トッピングスタート。ダメか、これは失敗かな。ダメらしいですちょっとやりすぎるとダメなのかな何がダメだったんだろうな。じゃあ最初からやり直そっか。うっす完成。とっても美味しそう。これでいいね。もうね、失敗をちょっとね重ねられないので、前回確かねスマートだったんですよ。動画見て、で動画のサムネ見て、前回となんかこの左上のなんだっけ、七色なんちゃらってやつかな、七色ホイップかなんかが好きなのかなと思って、で使ったお菓子を買えなくやったらスマートになったので、これが好きなはず。イエーイ、こんちゃーす。ね、どんだけコントローラーで文字書くの難しいか。ちょっと実況の関係上ね、ゲームをね、あのパッドを外すわけにいかんから、ワンポイントの使い方が絶妙でしょ。派手なタイプが苦手な男子は喜ぶかも。七つ森くんって派手なタイプな気もするけどね、大丈夫かな。うん、上手にできたみたい。ちっともこれが大人っぽいとは思いませんけどね。よし、これでもう一段階好感度アップに。オッケー。渡す準備はオッケー。オッケー。うん、もちろん。いい笑顔。マリーからチョコをもらえる男子はそれだけでノックアウトじゃない。いやね、この二人に言われたら本当は嫌味ですけどね。まあ俺もまたいい女だからね。その瞬間を見たいけど我慢する。ああ、頑張って。頑張ります。この二人は作って渡したりせんのかな。ありがとう。この子たちがね、普通のときメモで攻略対象にいたら狙うけどな俺。ギリチョコはどうしようかな。風間くん風間くんはちょっともう格下げかな。うん、君とはもう合わない。七つ森くんは手作りチョコで、先生の好感度これ以上上げるわけに俺はなんとなくいかない気がしてて、氷室くん本田くんあたりがやっぱいいですよね。氷室くんと本田くんをどっちを豪華な方にしようかな。なんかね、情報によると七つ森くんと本田くんは仲いい説がちょっとあったりもするんだよな。まあでも義理チョコあげた時の風間くんのね、りょうたくんのパターン見たいからね。こっちがね、正式に格下げしたんだよってとこをちょっとお知らせしてあげないとね。あまりにもちょっと早いな。優先順位的には OK だ先生これちょっと腹立つよな。俺が狙っている憧れの人なんだったらこれ結構嬉しい発言なんですけど、なんかちょっとね、狙ってるわけじゃねえから。七つ森の女だからこっちは。何がって、今日はお前あれだろ。あ、ギリチョコだけど待ってたんだ。はめたな。はいはい、待ってましたよ。はい、一本満足バーだよ。正直でよろしい。どうぞ。バレンタインのチョコだよ。でもなんかその渡し方だったらまあまあなチョコじゃないとダメだよ。このチョコって何やばいやばい、怖い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 。あげないより怖いぞ。バレンタインのチョコで、怖い怖い、七千で怖い。風間くんにギリチョコあげると怖いの、こんなに。それは分かってんだ。ただみんなこれ渡してくる。おお、ギリチョコなんだみんなも。え、そうなの。ああ、シモンのお客さんとか商店街のおばあちゃんまで。シモン、お前もだ。ちょっと悲しい悲しいな、なんか心えぐられんな。あ、行っちゃった。もっとちゃんとしたチョコを渡せばよかったかな。シンプルに傷ついてる。あれ、俺のことを、お前は俺のこと好きなのが当然だろっていうのは間違ってんだよってとこをね。本田くん、いやー氷室くんないよな。でも氷室くん、全ては七つ森くんなのよ。あえて本田くんに高級チョコあげるわ俺。あえてです。これこの情報がね、騙されてたらもう別にもうなしとして、なんか仲いいらしいんだよ。どうしたの。でも一緒にね、なんだっけ、なんだっけ、フリーマーケットには行ってたよね。
はい、これバレンタインのチョコレート。これ俺がもらっていいの？高級チョコだからね。うん、どうぞ。せっかくだから妹と食べるよ。ありがとう。妹いいんだ。ちょっと張り切りすぎたかな。あ、好感度に見合わないとかあんのか。あの人に渡そう。夏森くん、超アゲアゲのセリフ返してくれるからな。あん時ちょっとね、恋に落ちたまであるもんな。あ、七つ森くんと俺はね、惹かれ合ったんだみたいな。能力者同士は惹かれ合いますから。レイ待ってた。おお、待ってた。だってバレンタインのチョコ受け取ってくれる？ちょっとじらしちゃった。受け取らない選択肢はない。うっだろ。うわー、好感度上がってるよこれ。もちろん。やった、手作りチョコゲット。おい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 、夏森くん好みに仕上げてみたつもりだけどどうかな。リンゴ好きしか詰まってない。おおトッピングが最高。うぅ、ほんとよかった。写真撮って仕事仲間に自慢していい？いやー、前回と違う、なんか違うわ。え、いいけど恥ずかしいな。ちょっとあれをちょっといろんな人に見せるのはマジでやめていただきたいんですけど。やば、好きが詰まって好きが重なってる。好きってワード使うのが七つ森くんのいいとこなのよ。やっぱやめた。独り占めして、うわ、至福の時間を過ごす。うわ、サンキュー。いやー、言葉選びがうまいもの。はあ、すごく喜んでもらえたみたい、よかった。はあ、来年もあれだな。あの組み合わせで失敗なしでいきたいから。あー、よしよしよし。あー、ないネーム。ミノル怒られんのかな。ナナくんとかいいなと思うんだけど、ミーくんとか多分ダメだろうな。ナナもダメだろうな。ミノルくん、七つ森くんっていう名前が俺結構好きなのよな。俺名字が好きなのよ。七つ森くんでいいかな。ミノルじゃないのよな。いけるか、いけるかな。オーケー、イエーイ。ゆっくり話したかったとこ、あんたとな。あんたとな、そうなの。そうなの。ほら行こうぜ。あ、七つ森くん待って。いいな、この怖い色がいいですね。はいはい。で、いろいろ聞くと、あ、趣味聞きたい。夏森くんの趣味って何？いろいろ。まあ、ウィンドウショッピングとかかな。具体的に。そろそろ行っても。え？いや、ダメだ。え？ちゃんと順番にだな。なんか隠してんの？ YouTuber かゲーム実況やってる？もしかして。どうしよう、ゲーム実況やってたとしたらもうそれはそういうことだよね。もうコラボってことになっちゃうよね、うん、やっぱダメだ。何かを隠してんだ。でモデルってことは知ってるもんね、ナナってことも。ダメって何が？知りたい。いろいろのうちの一つは写真ってことで。写真、OK、保存完了。あら、はい、お疲れ。あ、もう今私すごく変な顔してたでしょ。いやいや、最高っす。これ待ち受けにしようっと。おいおいおい、それは恥ずかしいよ。いいなあ、付き合ってるだろ。もうこれで付き合ってないってどういうことだ。見つけた。どうした、見つかった？今度の日曜日。予定空いてる。向こうからかけてくれましたよ。一旦得しましたね。空いてるよ。臨海公園でも行ってみる。なんもないけど行くよ。よし、当日はどうする？羽ばたき駅。言うね、よし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 。夏森くんにデートに刺されちゃった。日曜日が楽しみだな。いやー、もう好感度上がってきたんだろうな。待って、これインフォメーション見るのは時間経たないと。勉強がすごく良くて、ここですよ。まだグレーなんですね。ハット、うちはハットハットハットを持ってない。とりあえずマイコーで呼び出し、今着てんのはこっちのピンクの方だから、ビビット、ウルトラビビット、ピンクの方着てんのか。
あれ、ウルトラビビット、あれ普通の方保存してないな。もう一個のビビットの方保存してないのか。じゃあどうしようかな。履歴があるか、こっちだ。でグレーがいいからこれで OK で、ハットな、これハットじゃないよな。ハットなんかかぶんねえよ。他にグレーのアイテムもないから、まあこれでいいでしょ。寒いしね。夏森くん早いね。よよ、ずいぶん早いね。まさか寝てないとか。寝てない。うわ、今日が楽しみすぎて眠れないとか。ガキみたいでおかしいよな。何、私も眠れなかったのよ。大胆。今分かったのか、なんか黒かったぞ。よし、オッケー。そんなことしなくたで、しかももちろんグレーね。やっぱ服いっぱいあると得だな。これダメだったんだよな。遊覧船だ、写真写真。行こうぜ。何、そうそれそれそれ、遊覧船遊覧船。あんたと話すの好きだよ。おいおい、もう付き合ってんじゃん。いい風吹いてる、気持ちいい。本当に海って偉大だね。このまま世界一周とかしたいね。見て、海鳥が可愛いよ。難しいな。どれも別に良さそうだけどな。これぐらいかな、やっぱ。いいね、よし、そう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 。ガイドブックの写真じゃなくてさ。そうそうそう。自分で見て、いいもの撮ってみたい。写真が好きだから。やったね、バッチリ好印象。そうな、旅行とかそういうことなの。景色最高。ウィー。もうなんかここら辺触っちゃってんのかな。帰りたくねえし。うお、一日じゃ全然足んないよ。甘えた声出してんな。一日じゃ全然足んないよ。何、ウェイ、長押し。離れたくないんだ。おい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 、足んねえからな。わ、いい目するね。まだまだ元気だね。この後も、このその後も一緒にいてもいいぐらいよ。はいはい。で、ここの話で学校についてね。七つ森くんって中学生の頃どんな風だったの？中学は一緒じゃない。聞きて聞きて。ごくごく簡単に言うと黒歴史。黒歴史なの？中二病だったんですか？黒歴史って？いや、ちょっと違うか。そのおかげで今の俺があるわけだし。もしかして原宿毎日通っていろんな服とか靴とかなんか新しいの最先端買ってスカウト待ちみたいなことしてたのかな。ああそうだ、姉貴のおもちゃ。姉貴のおもちゃ。おもちゃ。いや待った、ストップ。そっちのが語弊あるわ。なんかいろいろね、ここに来て七つ森くんのなんか、うん、ストーリーというか、うん、なんかいろいろ出てきましたね。背後関係全部知りたい。すべての七つ森くんのすべてのデータが欲しい。説明が難しいんだよ。時間あるよ。答え方考えとくから。おい、時間あるよ。悪いけど今日はパスで。いや、もうずっと語ろう、スカイプでずっと語ろうよ。一体どんな中学生だったの、気になる、気になるわ。この木何の木だわ。ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。お休みの前に話したくないけど分かってくれ。友達同士で言わんだろそんなセリフ。友達じゃないとしたら何なんだよこの二人は。もう付き合ってるっていいよね。なぜ付き合ってないことになるんだこれで。うちは勉強ですね。まあそろそろ終わりかな。芸術上げてって、いや流行も上げたい。小腹が減ったな。どうした？え、お昼からまだ1時間しか経ってないのに。1時ぐらいで小腹の方だけだって。甘いものが恋しい。なんか甘いものと辛いものが好きなんだよね。なつもりくん珍しいよな。ふふ、私のカバンにおやつがあるけど食べる？と言いたいところだけど大丈夫。ほら、どうした？それは新発売のフルーツジュレが入ったチョコ。あんたと食べるために持ってきたの。うわ嬉しいな。うお、はい、あーんして。やばい、とろけちゃう、とろけちゃうよ。おおおおお、
ちょっと恥ずかしいけど、あーもう周りから見たらもうイラつくだろこれ。いい顔、写真撮りたくなるな。いや付き合ってんだろ。まあ七つ森くんの意地悪いや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 、ふふ、私も今の驚いた顔撮っちゃえばよかった。もう俺はしっかり撮ってるけどな。おい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 あ、この二人の飯 ね、これはまあ生かしていきますよ。いろんな話聞きたいからね。いや好感度がもうどんどん上がっていく。あ、あんなパンケーキあんの？飯こんなん高校の学食にないでしょ。年下といえば氷室くんですけど。だって氷室ちゃんと仲がいいみたいだし。ちゃん気になって。え、マリーは年下好きなの？恋してるの？いや恋はしてますけど、それは誰かとは言えないな。もうひかるちゃん考えすぎ。怪しいな彼の好みならいつでも教えてあげる。じゃあ今教えて、一応知っとくわ。彼の気持ちならいつでも教えてあげる。ちょっと教えて、知っとくわ。まあでも二人ともね、好きな服のコーデとかわかるからね、見てんだろうな、いろんなこと。じゃあ最後にひかるちゃんに聞いて終わりますか。これ上がったはずだからね。あのね、さあこれはしっかり上がってると思うんだけど、どうだ。まあまあここね、もうこれ多分ヤンデレになるかもね。これここからりょうたくんは病んでくるんだろうけど、うん。うわあ、すげえ、すげえ、一気にいったなー。これトップまでいったなー。やっぱデート連打とクリスマス、あのプレゼントとチョコレートが良かったんだな。はい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 。あ、下がった、下がった。先生なぜ下がった？チョコとかあげないと下がんのかな。え、下がったよねこれ。え、なんで下がったんだろう。好きな男いると下がっちゃうのかな。もうすごっすごっ、一番じゃん。マイフェイバリットフレンドだ。ガーデンからちょっといなくなっちゃったのか、もしかして。あ、あ、登ってる、登ってる。そのお立ち台上に行くんだ。あー、でも一回ガーデンに入れちゃえばいいのか。オッケー、もう大丈夫だ、ありがとう。いや、これもうとりあえず好感度はまあもう一個上の状態あるけど、これはもうほぼ足りてると見ていいな。そう考えるとちょっと仲いい友達たちを好感度上げてガーデンに乗せたら、なんかちょっと特別なイベントとかもしかして起こるかもしんないんで、そこまで詳しい情報俺も分かってないんだけど、なんかそんなことが書いてあったようなっていう感じなので。なるほどなるほど。ただパラメーターがまだちょっと不安なところはあるね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、絶好調と言えるんじゃないでしょうかね。七つ森くんとの恋の、恋愛のね好感度が今回のパートでガガッと上がった気がします。ここからパラメーターを上げつつ立地度も結構あるな、頑張っていきたいと思います。次回に続きます。